はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ルンバ両腕の操作4回目ですね。今日最終回になると思いますね、早速実演します。今日は足はね、右左今までと一緒ですよ。全然変わりません。手を最初上げとくパターン、そして、右が動くアームワークを、右足動くアームワークをして、左手が下がります。はい。そして、次、アームワークを入れ替えて、今度は右手が下がる。そして、アームワークを入れ替えて、今度は左手が上がって、アームワークを入れ替えて、右腕が上がります。こういうことですね。もう一回いきますと、右手が動くアームワークで、左が下がる。そして、入れ替えて、こう。そして入れ替えて、こうなって入れ替えて、こう。こういうことです。一回できたらいいんでね、丁寧にゆっくりやってください。次は、左からですね。左、右、左。こういうことですね。で、上げときます。左が動くアームワークをして、右手が下がります。そしてアームワークをして、今度は左手が下がります。今度はこうアームワークをして、右手が上がります。そしてアームワークをして、今度は左が上がる。これだけです。もう一回いきましょうか。左右ですかね。もう一回言いますと、左手が動くアームワークコースでこうしといて、右手が下がります、ね、そしてアームワークをして、今度は左手が下がります。で、アームワークを今度左が動くアームワークをして、右手が上がって、こうして左手が、これだけです。本当にね、一回できたらそれで結構ですからね。これがね、何回も、今までこれ4回目ですけども、もう同じところでやるのができるようになったと思うんで、今度は、動きながらできるようにしていただいてね、ぜひやっていただければと思います。まあ、これはですね、別に万国共通のものでもね、何でもありません。私が提唱しているやり方ですんでね、これをね、私は、真面目にですね、これをしっかりとねやっていただいたら、必ずね、あの自分の体の操作、ラテンのアームワーク、これからね、いろんなことをね、皆さんの方でね、いろんなまた知識が増えてくるかもしれませんが、その際にですね、絶対に役に立ちますのでね、1回でいいです。これがね、別にね、何回も連続でできるようにとか、そこまでは私は言いませんからね、毎日、やれとも言いません。たまに1回できるかどうかを確認する程度でも構いませんのでね、ぜひともやってください。今日はこれができるようにしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。